皆さんこんばんは。こんばんは。お仕事でお疲れのところをですね、こうしてお集まりいただきまして本当にありがとうございます。皆さん方には飲食会発展のために、ご理解ご協力を賜りまして、されて、ご利用申し上げます。今後とも引き続き、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。もう新聞等で、皆さん方もご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、先月の17日の日に、関西支部の方はですね、正式に発足いたしました。で、延岡の方から私と浅田副会長で、高島副会長、この3人で参加させていただいております。当日は朝まで、すごい雨が降っておりまして、宮崎空港を出発するときにはもうすでに上がってたんですけども、痛みの方がですね、まだすごい風が吹いてまして、737ですかね、プロペラの小さい、飛行機だったもんですから、もうすごい揺れまして、もう本当怖い思いしたんですけども、隣に浅田先輩が座ってたんですけども、まさか手を握るわけにもいきません。汗びっしょりだったんですよ。もう着いた時から汗びっしょりで汗かいてましたけども、当日は大阪の道頓堀ホテルというところで、総会と懇親会が開かれたんですけども、第1回卒の熊本文勝さんとおっしゃる奈良県にお住まいの方がですね、初代会長ということで選ばれまして、非常に75歳と思えないような非常に若々しい、バイタリティにあふれる素晴らしい、リーダーが引き受けていただけいただいたなというふうに考えております。で、当日は第1回から第12回までの方だったんですけども、84名非常に多くの方が参加していただきまして、もうすでに、第1回の方はですね、卒業してから55年ということで、まさか今ぐらい、今頃できると思わなかったというふうに、もう非常に喜んでいただいてですね、私たちも、非常に良かったなというふうに考えております。で、カラオケとか自己紹介といった後に、バンバー通りでですね、最後終わったんですけども、これからはやはり13回以降の方にもどしどし参加していただいてですね、この関西支部がますます盛大になってくれればなというふうに願っております。今日は95回の演唱会の実行委員の皆様方も参加していただいておりますけども、もう残りあと2ヶ月を切りましたけどもね、大変だと思いますけども、最後まで、一つ松平実行委員長を中心にしてですね、頑張っていただきたいと、また皆さん方にもチケット販売とよろしくご協力のほどお願いいたしたいと思います。今日また28年度の事業計画案で予算案、そして、次期、役員改選等につきましてもですね、審議していただきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。